本日の石紹介ということで、この石は何ていう石ですか？これ、元々というか、はい、大まかには水晶なんですけど、はい、水晶の中に何かが入ると名前が変わって、はい、これガーデン水晶っていうふうに。ガーデン水晶、はい、なんか中にサンゴ礁みたいな、いい表現ですね、のが入ってますね。そう、あの泥石っていう別の成分を水晶が取り囲んじゃうんですよね。それによってそういう面白い景色が見ることができます。これなんか作ったみたいになってますそうですけど、はい、自然、そうです自然にできたもの。すごくの円形の水晶の中にまるで入れたかのように違う石が入ってる、そうなんですよね。ガーデン、本当庭みたいですよね、お庭。へえ。そしてこれなんかこの辺の側面とか見るとなんかこう月とか金星とかなんか星っぽい感じ。どうしたんですか？なんか今日すごいですね。いや表現力が素晴らしい。そうです、ね、確かに惑星みたいですね。惑星だからなんか、はい、星占いの人とかがこう置いといたりすると、確かにちょっと普通の水晶よりもなんかちょっと、惑星みたいですね。宇宙観ガーデンコーツとは言っても、ね、これなんかどんな、あのガーデンコーツは、はい、これ金運の石って言われてるんです。金運とか中国とかでは、はい、日本ではね、はい、そこまでなんか人気がまあまあなんですけど、中国とかではすごい人気があって、あ、はい、中国金運が好きだからかなこれありますよね。でも金運とかも言われますし、うんうん、あとはなんか心の穏やかさとか、うん、あとそういう自然と関わるお仕事の方とかにもおすすめします。へえ、これおいくら？これが、これ結構します。4万8500円。いやだけどこれはまあ確かにいい値段しますけど、これはすごいですね。なんか絵画を見てる感じしませんか？絵を見てるような。確かに感じしますよね。しかも本当に透明な中にね、石が入って、それのなんかこう成分ですね、鉱物の成分が入って、それが結晶を出して、ぜひ金運アップしたい方、あと宇宙関係ね。ああ、そうですね。ね、宇宙系の方、宇宙語が分かるとか言ってる人はこういうもん持ってないと思うね。やっぱりね、宇宙語。宇宙語かどうかわかんないですけど、まあ、宇宙に近くなるかな。宇宙に近くなる、ね。はい、宇宙との交流に近くなるかなっていうふうに。だって金運もアップする。うん、まあ、結構いい値段しますけど、でもこれ美しい、あの本当に鑑賞用として全然、ね。鑑賞用、はい、鑑賞用として素晴らしいと思います。はい、ぜひガーデンクォーツ。ガーデンクォーツ。